メディアを再生するアルコール先生海水浴の巻。アルコール先生海水浴の巻は1915年公開の短編サイレント映画。エッサネー社による制作で主演、監督はチャールズ・チャップリン。チャップリンの映画出演に43作目にあたる。作品はコンメディアでラルテ調あるいはキーストン調といっても通用しそうなドタバタものの一つである。 風の強い海水屋上。降落客と嫉妬深い男はアイスクリームをめぐって争いを繰り広げていた。その隙をついてチャーリーは嫉妬深い男の妻エドナにいい夜が男に追い払われ、チャーリーは仕方なく降落客の妻に目をつけるのであった。アルコール予同士転託以来、チャップリンはエッサネーシャナイルズ撮影所で制作を行っていた。ところが、 ナイルズ撮影所は撮影所を仕切っていたギルバート・ M ・アンダーソンの作品も制作しており、二人分の作品制作をするのには狭すぎたためチャップリンが新しい物件を求めてナイルズ撮影所を出ることとなった。その新しい物件が見つかるまでの間、制作ペースの維持のために全編ロケーションで制作されたのがアルコール先生海水浴の巻である。なお、 この頃からチャップリンは作品の制作に今まで以上に時間をかけるようになって、風切りの感覚は徐々に開くようになり、例えば自作のチャップリンのお仕事の公開は2ヶ月後の1915年6月21日である。エトセトラ1914年制作、2010年発見の泥棒を捕まえる人を含む。1971年に映画研究家ウノアスプランドが制定した。 チャップリンのフィルモグラフィーの整理システムでは42作目。ありがとうございます。